まりました。使いたくなる今時英会話、今回のフレーズはこちら、はい、最高です。うん、これはもう幸せが頂点に達した時に発する言葉ですよね。例えばこんな時かな。本当面白いからね、行こうよ。恐怖の迷路、私こういうの無理。大丈夫だから行こうよ。やだ行こうよ。最高でしょ、うん、だからこれめっちゃ最高なんだって。うん、いやなんかもう一回行こう。よし、ね、行こう確かにこんな時に使う言葉だよね。叫んで走ってジャンプして気分爽快ね。え、あジャンプしたっけ。それでは英語を見てみましょう。どうぞ。 Come on Akane, let's go. Well, scary mazeI don't like this kind of... No, let's go! No! Awesome! I knew you like it! This maze is so awesome! Oh, let's do this one more time! Yeah! 本当だ、ジャンプしてたね。気持ちが高ぶるとジャンプしたくならない？そうかな。さて、最高は awesome でしたね。ちなみに You are awesome っていうと君ってすごいっていう意味になりますね。はい、ではもう一度復習しておきましょう。 Come on Akane, let's go. Well, scary maze. I don't like this kind of... No, let's go. No Awesome! I knew you like it! This maze is so awesome! Yeah, let's do this one more time! Woohoo! Akane ちゃんもジャンプしてたね。いかがでしたか？ Awesome! みんなもぜひ使ってみてね。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。